5日の音は2005年に結成された日本のロックバンドである。2007年に無期限活動を休止した後、2017年に再始動した。それぞれソロやバンドで活動していた小林博士とカブのツインボーカルにギターに石川進む DJ クール系という異色の編成でスタートしたバンド。その後、メンバーチェンジや活動休止を経て現在に至る。 2005年7月、ハッピードラックストアとしての活動を一時休止することになった小林博士が当時バンドのサポートメンバーだった西川進に一緒にバンドをやってみたいと発言したところ、その場で快楽された。その時に話し合われた内容により、二人共通の信頼するアーティスト下部のアーティスト活動復帰のための居場所を作ること、とにかく楽しく、 音楽を創造すること、ハピドラの元リーダーである子、清水和彦が残した楽曲を世に出せる場を作ることを目的として音楽工房的な活動を目指すこととなった。さらに、西川の推薦により DJ クール系を招致した。2005年10月に、下部、西川、小林に DJ クール系を加えた4人でバンド5日ノーを結成。12月3日に、 初のライブを開催した。2006年1月28日より、ファーストライブツアー、手をつなぎたいをスタートし、ファーストマキシシングル、手をつなぎたいを会場で限定リリース。オリコンスタイルの方角人気アーティストチャートにて、初登場第3位を記録した。ファーストライブツアー後に DJ クール系が、脱退、ほぼ同時に、深澤秀幸が、新メンバーとして加入した。 2007年6月、カブがソロ活動復帰を決め、5日ノートでの活動休止を発表した。5日ノートとしての目標を一つ達成した事実を受け、2007年10月7日、日比谷野外音楽堂、歌会でのライブをもって、無期限の活動休止に至った。2016年12月、西川、カブ、小林の3人での再始動が決定。 深沢は自由参加で不定期に加わることになる。過去も未来も希望も含まれている言葉、いつか、と、の音、ノート、ノートの3つの意味を込めた、ノートを合わせて、いつかの音と命名された。ありがとうございます。